はい。大はピアラブです。やから先輩や、やから先輩の仲間、やから先輩リスナーたちが、集団で、福岡の旧社会の女性に、嫌がらせなどを、 行っていた事件は、組織ぐるみの組織犯罪なので、やから先輩に協力した共犯者たちが捕まらない限りは、やから先輩は外に出れないと思います。 えー、今ね、警察は、やから先輩の携帯電話やパソコンなどを、えー、押収してね、データを抜いていると思います。大、え、体、ー、いいデータを抜くのにね、まあ一週間ぐらいかかるんですよね。うんえー、そこから共犯者を洗う。 という操作になります。やから先輩の仲間の、ナイト、こと、稲村久志、チコ、公式管理人のマット、やからリスナーたちのところに、 警察が逮捕に向かう可能性は高いです。今回の事件は、やから先輩が単独でやっていたわけではなく、画像、動画を復元して、 拡散したもの女性の家を突き止めて嫌がらせをしたもの女性が行くコンビニやお店に嫌がらせ行為をしたもの掲示板に女性への脅しや誹謗中傷などを 書き込んだもの。など、やからグループが組織的に関わっていますからね。ご視聴いただきありがとうございました。